小室さんとか武田さんはトークとか、武田さんとか今日なんか時計買っちゃいましたみたいなあげてたような気がする。でもダイエットに、武田さん最近面白いんだよな。面白い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 よ。だってさ、ホワイトニングしてさ、日焼けサロン行ってんだよ。もう誰になるの。それはミュージシャンみたいになってきてるよ。新庄みたいな感じになるか。なんかさ、いや、かっこいいんだよ。本当にかっこいい。マジで最近会うたび思うもん。かっこいい。なんかかっけえな。押すって感じで。EPI の時もさ、俺に一人だけだよ、32人参加者いて聞いてきたの。もうカメラ映んないよね。やっぱね、違う、やっぱ一人。そんなこと言うの。やっぱ美意識がすごいから。いや、でも多分いろいろある。ユニフォーム抜いていいかなとか。わかるわかる。いろいろね、事情はあると思うけど。まあ、万が一の、そのね、あれはあるからさ。俺すげえ、あれ面白かったんだよな。もうカメラです。やっぱね、いいよね。彼のすごいですね、ほんそういう自分の高めていこうという。いや、すごい。